皆様こんにちは。ゆうゆうニュースの時間がやってまいりました。たくさんの方がこのチャンネルを合わせてくださっていることで、大変評判になっております。本当に、感謝申し上げます。歌い手さんのゲストをお迎えして、そして楽しいお話を伺いながら、涙あり笑いありのこんな番組をぜひ皆さんに応援していただきたいと、このように思っています。司会進行させていただきます、エイミーでございます。歌が大好きで、そしてお話を皆さんの、いろんなお話を引き出して皆さんにお届けしたい、こんな思いで全力で取り組んでおりますので、ぜひチャンネルをお忘れいただければと思います。今回のお客様は綾代美沙さんでございます。素晴らしいお話を前回もいただいたのですが、もっともっと奥が深くて、いろんなお話を伺いたいと思いまして、お呼びさせていただきました。美沙さん、どうも、はい、ようこそおいでくださいました。ね、いろんなお話を伺っているところではございますが、素晴らしい歌い手さんで、そしてまあ、頑張れ日本ということで、はいはい、頑張れ日本世界の輪というのを、CD で、はい、お作りになって歌ってらして、はい、今一番力を入れてらっしゃる、はいはい、そうなんです。ジプシーチェリーという曲と、はい、頑張れ日本世界の輪というのをね、一生懸命星圭吾先生の作品を歌われているようでございますが、はいはい、どうですか。もうご自分のこの前ちょっと伺いましたら、はい、立ち入ったことまでお話をいただいたんですが、はい、ご病気で、はい、ご自分でも大変な苦しい立場ではありながら、はい、歌を、はい、とにかく皆さんに、はい、歌で元気になってほしいという思いを、はい、ずっと続けて持ってらっしゃる、はい、素晴らしいですね、はい、いかがですか。その今病気はそのまま、自分では病気と思ってないですよ、はい、体の一部ですから。がんっていうのは、がんって聞くだけで、もう十何年前はがんかって言うと、もうダメだみたいな印象ありましたよね。今違いますよ。がんも体の一部なんですから。23年前頭切りましたから、それで今度左の全部左側の自律神経から作るんですけどね、それで左側の肩切りまして、今左の胸なんですけれども、今度は切らないでがんと向き合おうと思って、年も年ですから。で、やっぱり幼児誌の資格を取らないと口だけで言っててもしょうがないなと思って、それで商売全部やめまして、それで切り替えて、年取ってからの1年生っていう感じで勉強させていただきまして、生み出した、はい、余計なんか、あ、がんも生きてるんだから、一生懸命生きてるんだから静かにしててくださいって、それで静かに知る前に、なぜがん、みんながん細胞、みんな健康体と思ってるんですよ。って言いますよね、はい、でもやっぱり精神的に、私なんか自律神経失調症の方ですから、その方がかなりマイナスイメージになりますから、そういう方々に医者でショック受けなくても大丈夫よって、私だっても23年こうやって元気でやってるよっていう感じでね、生身で言わなきゃ分かんないみたいな、だから楽しんで体の一部と思う、はつらつしてらっしゃるもん、はい、実はお会いしても、はい、やっぱりそれはね、病は気からなんてことわざもありますけれどもね、はい、やっぱりそれがやっぱり一番ですかね。そうです、そうです。だそうです、皆さんね、はい、気持ちをしっかり持つということ、はい、それから向き合って、そのがんもその自分の体の一部なんだから、そうです、付き合っていこうということです、はいはい、ですから私の歌の中でもお弟子さんっていうか、はい、私先生とかそういう言葉嫌いなもんで、はい、みさちゃんみさちゃんで、はい、患者さんになっていただいてる男性も女性も、はい、自分と同じようなお年の若い年より関係なく、皆さんみさちゃんみさちゃんで、みさちゃんがああやって元気だから大丈夫だよねって、ちょっと寝てみてみたいな感じで、でここが痛いだろうって、だから何か言ったらわかんの、酒もほどほどとかね、タバコもほどほどとかね、やめろっていうことは一切言ってないですけども、やっぱり自分のね、明日にもやっぱりみんなと会いたかったら自分の体を向き合って歌が一番いいよみたいな、それでよく、はい、すごいですね、この心持ちは。どんなことが
あってこういうふうにおなりになっているのが、まあ、とっても不思議な方ではありますが、とにかくその絵も描かれていた時期があったんですね。絵はやっぱり、はい、あの実際中学前から、はい、渋谷神宮前小学校というところ、はい、渋谷の生まれですから、はい、その時から絵でよく、まあ、自慢話じゃないですけど、はい、なんかイデオロギー描くのが好きで、はい、これからの日本なんて題をね、前でしたかね、はい、子供の頃書きまして少女おじさんにね、それがきっかけで、やっぱりいつも宇宙から見た地球の中の日本っていう感覚で私描いてましたから、はい、それでこういう日本になってほしいなって願いね、はい、願いを込めて、はいはい、で子供の時からそういう話をしてましたんで、はい、その流れですね、絵の生まれがね、まあ、願いを込めてもなかなか絵の中で皆様にこの元気、はい、それから勇気、はい、未来の光る未来、将来を見据えたものを描くのって難しいですか？いや、絵の中では一番私は絵で訴えたいし、はい、自分自身が出せますね。自画像まず鏡見て今日の顔はどうかなってね、あの油絵描きなんですけど、うん、であのでペンシルさえ持って紙と鉛ペンシルさえあれば鏡を見ながら自分の顔、はあ、こういう怒った顔はいけないとかね、なぜ怒るんだろうとか、はい、そういうのを自分で戒めになって、それで夜中に十字架を切って、それで何だって身内誰もいませんから、自分一人の世界でいつも生きてますから、やっぱり人っていう字を書いてる以上は相手にまず合わせるっていうことをね、はい、それでなんか今日まで生きてきてますね。ああ、そうですか。なかなかどなたにもできないことをね、はい、思ったり感じたり、人にお教えいただいたり、それで整体していらっしゃるからミサちゃんと呼ばれながら、皆さんと一緒にその病んでる人も、はい、一緒にみんなで元気に生きていこうって、はいはい、一生懸命生きていこうっていうことを教えてくださってるんですよね、はいはい、だから歌もね、はい、ジブチチェリーもそうですがね、はい、頑張れ日本世界のは、はい、これは本当にあの日本中の皆様にね、はい、ぜひ聴いていただいてね、はい、歌っていただきたい歌の一つですよね、はい、今元気ないから日本、そうなんですよ。それで、うん、あの星慶三先生もね、はい、美沙ちゃんジブチチェリーは結構歌ってくれるけど、頑張れ日本世界の輪の方なんとかしたいねっていうのがね、あの二人の中の口癖なんですけれども、先生焦らないで、いい歌は絶対残るんだからっていうね、自分ではそんな感じで先生を励ましてでも本当にね、素晴らしいお話、私たちもねなかなかこんな気持ちになれないのでね、あの美沙さんのお話いつも変わってね、私はね自分で、まあ、後悔したり反省したり前向かなきゃいけないっていう 思いを持ったり、ありがたいと思っていますね。で今までですねこういうあのチラシを今日お持ちいただいたんですが、一番頑張りたいのは頑張れ日本、はい、世界の輪ということで、美沙さんがおすすめ、皆さんにぜひ歌っていただいて、はい、元気に一緒になろうという、はい、そんなお話ですね、はいはい、また後半に進みます、よろしくお願いいたします。さすらいのジプシー乙女の頃夢を見ては笑われて恋をしては泣かされて、大人になる頃はいっぱしの苦労にさ、男なんて世間なんて当てにゃしないさ、負けないさ、孤独に咲いたジプシーチェリー、それでもやっぱり人生を楽しんで今日も生きている、今でも心は熱いま
愛があればいい。人生は人生は時に素晴らしい。はい、こんにちは、綾代美沙です。ジプシーチェリー、12月20日から出てるんですけれども、一生懸命歌わせていただいてます。また皆さん歌ってくれてありがとうございます。また頑張れ日本、世界の輪の方もよろしく。楽しいですよ、歌ってください。